こんにちは、TM コアです。今日はですね、我が家の三つ指ハコガメをね、ちょっとご紹介しようかなと思います。この子がですね、あの三つ指ハコガメのオスの子ですね。今このぐらいの大きさです。ちょうど肉まんよりもちょっと大きいぐらいかなっていうぐらいで、我が家に来た時は2年前にこの子が来まして、でもう、何センチぐらいかな、この半分ぐらいの大きさだったかと思います。だいたいそのこのぐらいの大きさでね、我が家に来まして、もう2年がね経ちます。でもともと来た時の、映像をですね、ちょっと下の方に出しておきますが、結構ねうちに来た時はすごく色がね黒かったんですよね。で今はだいぶこんな感じで、まあそれでもまだこういうところはね黒が残ってる感じですけど、比較的三つ指ハコガメってもっと茶色い個体が多いかと思うんですが、この子はね比較的黒い個体ということでね、ちっちゃい時から黒かったっていう形でも、だいぶ大きくなってだいぶ茶色がね、こういったところの成長線のところの茶色が出てきたかなっていう感じですね。でこの子はね、三つ指ハコガメっていうハコガメの、なんで三つ指ハコガメっていうかっていうと、この足のところですね、足のところが、3本の指がねこういう感じでね出てまして、で明らかにリクガメとは違う足の形状をしてます。結構この、ハコガメはですね、陸生と、水生両方でね、生活するようなタイプの、カメなんで、結構その土の中に潜ったりとか、するんだと思うんですが、この足の形状がねこうやってね蹴れるような状態で、本当恐竜みたいにね3本ガバッとこうね爪があるような状態ですね。リクガメとはもう足の形状がね明らかに違います。であと顔もすごくね今ちょっとビビって、顔を引っ込めてますが、これハコガメっていうその種類なんで、ちょうどここの部分がパカッとねこう閉まります。こういう風になんかこう危険を察知したりとかビビったりすると、ここがねこういう風に閉まるんですね。これがハコガメの特徴。ここでちょうど折れるような形状になってます。ですのでここがパカッと閉まるという形ですね。もう完全に閉まります、こういう感じで。でちょっとね警戒が解けてくると、こうやってちょっとずつ顔を出すという感じですね。手足なんかももうほぼほぼ中にこういうふうにね入れることができます。リクガメはそういうことできないんでね、水ガメに近いような形状をしてるかなって感じですね。でこの子のね顔っていうか頭っていうかは非常にこう鮮やかな色をしててですね、とっても綺麗です。そうだな、スターウォーズに出てくるあいつみたいな感じの、色合いを、ダース・ベイダーじゃなくて、なんだっけ、あれですね、あいつのみたいな、あれをしてます。顔のね色合いをしてます。でこの子の飼育環境っていうのは、どちらかというとうちではですね、陸7水3ぐらいの感じで、水槽ケージの中の、まあ10分の3ぐらいを水場にしてですね、あとほぼほぼ陸地っていう形なんですけど、まあ、好きな時に、水の中に入ってね、で寝たりとか、あとまあ水浴びをしてます。でその他は陸地に上がって、でバスキングしたりとかっていう形で、してますね。でこ
この子はですね、まあ比較的綺麗な方だと思うんですが、この形状が結構このガルフとか、あと三つ指とかはこのね、甲羅の形状がなんか変な形をしちゃってるものが結構多いですね。あれは多分水分が少ないのか、何なのか、ちょっと乾燥しすぎてるのかちょっと分かんないですが、だいぶねこの売ってるこのぐらいの大きさの三つ指は甲羅の形状がねちょっと変な形になってるものが多いです。この子は比較的ね綺麗だと思います。こんな感じで顔出してきました。かっこいいでしょこの色合い。手の色といい顔の色、オレンジ色なんですよね顔がね。で個体によってはもっとね赤かったりする個体もあるんですが、この子はオレンジ系ですね。で目がね怖い目してるんですよ。肉亀みたいに真っ黒じゃなくって、白目に中にねこう黒いところがあるっていう感じの目の形状をしてます。こんな感じでねかっこいい、箱亀なんですよね。後ろ足のこれがね、おう、これが三つ指のゆえんとなる足です。こんな感じ、もう恐竜みたい。ほら見てこれ、これねこういう風に動くんですよ足が。もう全然あのリクガメとは違うこの動き方すごいんですよ。この三つ指の動きが、痛い爪が長くてこうやって持ってると足、後ろ足がね前の方までこう来るんですよね。だからねこれがなんか鳥っぽいっていうかすごいですよね。三つ指がこんなんが、まあ、三つ指箱亀っていうね名前の由来になってる。この爪ねちゃんとこう掴みますからね。ほらね掴むでしょ。はい、この子はですね、まあ、2年前にお迎えした時に一回、動画にね上げさせてもらったんですが、その後はまあまあほぼほぼ上げることがなかったんで、まあ初めて2回目かな、2回目の動画っていうことで上げさせていただきました。またねこの子の成長のね過程もまた、動画にしていきたいなと思うんですが、多分この子はねそんなには大きくならない、この一回り大きくなる程度だと思います。まあ、最終的なね大きさに関してもだからすごく飼いやすいあの亀のサイズですねになります。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。